あのロリルイの時はニーニが好きすぎて、あのニーニのね、あの友達とかと一緒に河原とかで石投げとかしてたんだけど、ドラム缶みたいなのに当たって石が跳ね返って私の額にパンって当たった時があって、そうで血ダラダラで、でも私痛み何もなくてなんか血出てるなぐらいだったのよ。そしたらさ、お兄ちゃんも泣きながらおんぶしてさ、今まで見たことのない全速力で走って、まあ、近くに病院があったから病院に駆け込んでさ、ゆいも助けてくださいって大泣きしてたらしいんだよね。けど私はさ、なんで病院に来たんだみたいなさ顔してたらしいのよ。スンとしてたらしい、スンとで、パパンが来てくれて、そう、ママンはね、その時ね、多分ゴルフしてたニーニのお友達のね、家族が謝罪しに来たのよ。菓子折り持ってさ、女の子のさ顔にさ傷つけたっていうことでさ、もう顔色が悪いぐらいさ青白い感じで、けどうちのママが大丈夫大丈夫大丈夫つって治る治るとか言っても、菓子折りもらっとくわ。まあ、うちのね、あの家族は滅多なことで怒らないんだけど、まさかね娘が怪我したことにまで怒らないとは思わなくてさ